ちは、花相人の尾関淳子です。この度はこちらのゴージャースエキナスヤと日日草のギャザリングをお迎えくださり誠にありがとうございます。こちらの置き場所、お世話の仕方、お話しさせていただきますね。箱から出したら、まずね、一日はあんまりカンカン照りに日の当たらないところに置いてあげてください。2日目からはちょっと慣らしていって午前中だけ当たるように、それからずっとよく日の当たるところに置いてあげてくださいね。お世話の仕方といえば水やり。水やりは表面に敷いてある水苔、ここからね、こう手を入れてもらって水苔が乾いていたらあげてください。湿っているのにせっせせっせとあげると腐ってしまいますよ。湿ってるのにもしクタンとしてしまったら、そこね、熱いって言ってるので陰に置いてあげてくださいね。終わってきたら花から摘んであげますが、このね、エキナセアはお花が終わってもこの部分が面白いので、ちょっとの間楽しまれるといいですね。真ん中の一つずつがお花です。まだこれ真ん中まで咲いてないんですが、こちらのほら、ちょっとボールのようにこうなってきたら終わってきます。花びらがちょっと傷んできたら、もうちょっとつけとこうかな。花びらが傷んできたら花びらだけ取って、まん丸なボール少しの間楽しんでいただいてもいいと思います。終わったら切るところは、例えばこれこう見ていただいて、下からはい、ここです。ここ下から次の芽が出てる上で切ってきます。ペンタスは3つずつセットになってるので、まず真ん中から終わってくるんですが、終わったお花から切ってきます。これが終わったら、まずね、これ真ん中から終わってきます。これが終わったらこの芽の上で切っときます。ここです。で、切ったら寄せて元に戻しておきますよ。日々草のお花は終わると勝手に落ちます。落ちますが、葉っぱにペターっとついて、なんか見た目悪いなと思ったら取ってあげればいいです。終わってこうやって気になるようでしたら取ってあげてください。ちょっと種ができてきますが、まあそのままでもいいでしょう。取れれば取ってあげてください。ペチュニアは終わってくるとくしゃくしゃとなってくるので、これこの花の ここだけ取ってしまうと、この種になるところが残るので、これね、細いので引っ張ると折れてしまうので、今から切ろうとするところを持つ、ピンと貼る、ハサミ細く開けるからの、ここからチョキンと、はい、さっきのこれも、はい、チョキンと切ってあげてください。できればでいいです。できなかったら、まあ、いいかで大丈夫ですよ。これもスーッチョキンと切り戻しは、お花がね、どんどん去ってくると、どん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 お行儀悪くなってきます。お行儀悪くなったら切り戻しといって、ちょっと、ね、短くしてやるんですが、今のこのこんもりなってるところ、ちょっと中のところで切ってあげます。いっぺんに切ると寂しくなっちゃうので、だいたいね、半分くらいの場所から丈も半分くらいにしてあげるといいですよ。ペチュニアあんまりゾロゾロ長くなったら、このあたりで切っとくと、ここの芽がまた動いてくれます。切ったら液体肥料あげといてくださいね。あんまりね、毎週毎週液体肥料やるとお行儀悪くなっちゃうので、だいたいね、2週間に1回切り戻しした時は、切り戻ししたらあげてくださいね。わからないことがございましたら、お気軽にお尋ねくださいね。この度は誠にありがとうございました。花相人の尾関淳子でした。またね。